こんにちは、ゆいです。前回こっちのベースを裏と表編んだので、今回はこのパーツ部分、角、眉毛、目、鼻、口と作っていきたいと思います。前回の動画をまだ見てないっていう方がいらっしゃったら、ぜひ前回の動画も見てくれると嬉しいです。ではパーツを作っていきたいと思います。では目を作っていきたいと思います。目は5号針で編んでいきます。で、ここ最初5の目で8目ですね、黒目を作っていきたいと思います。I'm an ordinary girl. I used to feel so stuck in an ordinary world. But now you came along and butterflies are flying. The spark that we make, there's no use denying.This is fast, but we gotta make it last. And I just want you to know, never felt this way. And I just want you to see, you're jumping crazy. And I don't want you to see, you're jumping crazy. 輪の目で8目編んだら白に色を変えます。で、2段目は増やし目をして16目にしていきます。16目にしたんですけど、ちょっとここの黒い部分が気になるので2目ぐらい多めに編みます。で、黒い部分が隠れたので、これで目の1つ目完成です。で、同じ要領で目をもう一つ作って目の完成です。次は鼻を作っていきたいと思います。
鼻はこの青い毛糸で、編み図としてはこんな感じです。まずこの五号針で鎖編み5目作っていきます。で、立ち上がり1目で まず、細編み2回で、増やし目1回して細編みを4回入れます。4回入れたら、中長編み1回で、次長編み細編みを2回で、細編み2回してここで最後引き抜いて、花の完成です。次は眉毛を編んでいきたいと思います。眉毛は五号針で鎖編み8目編んで、細編みを10回編んでいきたいと思います。まず細編み8 1,2,3,4,5,6,7,8 で、立ち上がり1目で1,2,3,4,5,6
7。10編んだら次中長編みの増やし目12で中長編みを1回で中長編みの増やし目12で次も増やし目2で次が中長編み次が増やしをしてで次細編み細編みを2回1、2で最後引き抜いて引き抜いて眉毛の完成です。同じ感じで眉毛をもう1セット作ったのでこれで全てのパーツが完成したのでこっちの表の面の糸処理をして顔を縫い付けていきたいと思います。眉毛からつけていきます。Some hidden truth in me. So many things happen unconsciously. And this unknown pain. 眉毛完成です。次は目をつけていきます。Your love would be the water, water for my soul.
times my mind screams no. This seed will die for sure. But my heart thinks it's just what I need. I think your love would be the water, water. これで目が完成です。次は鼻をつけていきます。花の完成です。角はこの中に糸を入れてちょっと糸処理しておきます。こんな感じで糸処理しておきます。と口を縫い付けていきたいと思います。で、裏目を縫い付けていきます。まずこっちの短い方の糸処理をして、角を挟みながら縫い付けていきます。で、まず糸がここに出てるので、最初ここの面を縫って、また戻ってこっち縫って、ここ縫って終わりになる感じです。では角を入れつつ縫っていきます。
こんな感じで縫い付けながら縫っていきます。で、裏のこのモコモコを潰さないように気をつけながら縫えると綺麗に縫えると思います。ここまで縫ったらまた戻ります。これで手を入れて使ったりなどできるアクリル毛糸の完成です。これで完成です。裏もモコモコになっていて、こう手も入るのでお掃除するときにとっても便利だと思います。よかったら作ってみてください。で、前回作ったマイクと一緒に飾ってあってもとっても可愛いと思います。で、この動画が良かったと思ったらグッドボタン、高評価よろしくお願いします。で、また何か作ってほしいのであればコメントしてください。よろしくお願いします。以上、ゆいでした。